今日ですね、こちらじゃじゃーん、灌水チューブが土佐の沖から、来ました。各部材もですね、届いてますんで、今から、アスパラの補充にですね点滴チューブを、設置していきたいと思います。はい、それでは今日も頑張っていきましょう。はい、今日ですね届いた、灌水キットですね、土佐の沖から、こちらの大きい、この大きい50杯、うちの計が50杯のですね、主配管と、あとですねこちらが連結パイプというものになります。でこちらが、ドリップチューブ、点滴チューブですね。こちらの点滴チューブの方が、20センチ間隔の厚みが 0.22 で 1000メーター巻きですね。こちらを、注文してですね、あと、こちら段ボールの中にですね、小さな部材が、たくさん入ってきています。こちらをですね今日紹介していきたいと思います。うちのですね、プティオが取り扱っている、白銅灌水システム、自動ソーラーを使ったですね太陽光発電を使った、自動灌水システムを使うのにあたってですね、いろいろ、塩ビのパイプとかでですね、やっていたんですが、いろいろ調べて、とうとうですねこれにたどり着きました。土佐の沖さんの、灌水パイプチューブセットです。ホームページは下にリンクを貼っておきますので、そちらから、見てください。50杯のですね、こちらの、配管を止めるのにですね、T 字、白銅灌水のタンクから出てきて、25ミリの配管がこちらに入って、それを、右と左に分ける、部材です。でその、部材をですね最終的にこちらでエンドというもので止めてですね、これ違うわ、エンドじゃなかった、これは、タンクから来て T 字になるものです。で、こちらがエンドですね。エンドは、こちらの端で、この船の途中に、パイプが来ます。で反対側にもエンドが来ます。で、この途中なんですが、こういう枝出しパイプ、50杯のものを使用できるようになっています。ちょっと実際に組み立ててみます。こちらが、2つが1つになってますので、ネジを緩めてですね両側、はい、そうするとこの穴が開いている部分にこちらのパッキンを取り付けてですね、この両サイドで閉じるという、構造になっています。ここの間にですね50杯の、ポリパイが来ます。まあ、ちょっと今はこれなくなってはいけないので仮に止めます。こういう形でここに50杯のポリパイが来て、ここからですね、各うねにですね水が行くように、設置していきます。
はい、完成形はですねこういう形になります。まずですね、こちら、タンクから、主配管で入ってきて、右と左に、分かれます。分かれるとですね一番端にエンドが来てその途中に各うねにですねこれは片側4うねずつの配管になりますが、こういう配管になります。それで、この各うねからですね、出る各うねからですね水を給水するためにですねこの連結パイプですね連結パイプを、カットしてですね、こちらここを差し込みますね。はい、ギュッと差し込むとこういう形です。で、もう引っ張っても全然抜けそうにありません。で、この、親から枝出しパイプを使ってですね、その先にこちらのボールコックを、取り付けます。はい、こちらの親の枝出しパイプから連結パイプが来て、ここにボールコックが来ます。ボールコックのここもですねもう一回押し込んでしまったら、全然抜けそうにありません。でこの先からですね、あちらの、点滴チューブをですねここにつけて、各うねにですね配管してですねでこのボールコックを開けてあげるとですね、塩ビのパイプを、用意して使う必要がなくなります。で片付けるときはもうこれを切ってしまってですねまた、こちら 1000m ありますので、ちょっとずつ使ってですね1000メートルじゃないなこれは何百メートルか、あったと思いますので、こちらをですねちょっとずつ切って使えばですね、何年も使えると思います。実際にですねまたこれ配管していく作業をですね、動画に上げていきたいと思いますので、今日はですねこちら、灌水システムのですね配管を注文して到着したという動画を、紹介 しました。明日はですね、アスパラの、畝にですねこちらの、点滴チューブですねを、設置していきたいと思います。はい、それでは今日の動画以上です。優勝候補だった韓国のキム・ボルム選手は、はい、ほうれん草の、出荷準備中です。パシュートの置き去り事件を受けて閉鎖しました。このね、土下座の後なんですけれども、はい、またこれ大バッシングを受けてしまうということになってしまいまして、批判の声として申し訳ないという言葉は置いていかれたの。こちらで、汚い葉っぱなどを落としてですね、綺麗にしたものをこちらでグラムを合わせて袋詰めしています。なんかまあ一緒にするのはあんまり良くないと思うんですけど、はい、でもその
元 NMB48 門脇佳菜子が地獄を見たアイドル時代と裏切り事件を解禁。バレンタイン、1日2個。